ワシントン DC にある本部米州機構は1948年に調印されたボゴタ憲章に基づいて1951年に発足した国際機関である。本部はアメリカ合衆国のワシントン DC。アメリカ州の国々の平和と安全保障、紛争の平和解決や加盟諸国の相互躍進を目的とする。1890年に発足した。 米州国際共和国連合と1910年に発足した反米連合が前進。加盟国オブザーバー最高意思決定機関として総会が置かれている。総会は通例毎年開催される。また諮問機関として外務大臣協議会が置かれている。さらに具体的な諸問題を検討する機関として常設理事会がある。常設委員会は 大使の資格を持つ各国一名の代表から構成される。米州人権条約をもとにした、米州人権委員会と米州人権裁判所を有する。ただし、1970年代以降は最重要の問題を扱う場ではなくなり、代わりに近年は米州首脳会議が定例化している。現在の事務総長は2015年に就任した。 ウルグアイのルイス・アルマグロ元外相である。加盟国の排他的経済水域加盟国は南北アメリカとカリブ海の全独立国35カ国で日本を含む59カ国と EU が常任オブザーバーの資格を持つ。グリーンランド、プエルトリコ、カリブ海にあるイギリス、フランス、オランダの海外領土及びオランダ王国の構成体であるアルバ、キュラソー、シントマールテン、 南米のフランス領ギアナなどはいずれも独立国ではないため参加資格を有しない。ありがとうございます。